大体見える範囲の予想をしてたんですが、ご覧ください、あの左右目いっぱいたくさんの方にご来場いただきました。ファンの皆さんに一言いただけますか。テレビの、ね、解説者の方も本当にいずれ決めるんですという決定力、非常に褒めていらっしゃいましたけれども、その決定力の秘訣は何でしょう。皆さんこんばんは。muito trabalho, muita determinação. Pessoal,principalmente a comissão técnica aí está dando parabéns porque estão fazendo o trabalho certo. E a gente está procurando assimilar bem. Isso faz com que não só eu, como todos os jogadores, possam apresentar bons jogos e conseguir fazer os gols também. その前に、本当にここまで、本当にスタッフの皆さんも含めて、いい仕事をしているということ、我々がやっている方向は間違ってないということを、そのことに関してまずお礼を言いたいと。で、我々がやってることは私だけでなく、我々がやってることは、本当に迷いのない、決意で、毎日のトレーニングに真剣に取り組むこと。で、あとはゲームになった時には本当にそういったことがあるんですが、まあ、その時までじっくりと待って、やっぱりみんなと力を合わせてやれば、そういうことを決定力ができるんじゃないだろうかと思っています。なるほど。最後に一つだけゴールを決めました。同じく決勝でゴールを決めた高松選手が MVP を挟んでいきましたけれども少しお恵みはあるんでしょうか。できるできるよ。やっぱりファンを、ファンはね、やっぱりみんなで、こういった時はですね、向こうではファンをみんなに分け与えようという例えで言うので。